では行きます。お願いします。OK ですね。うわすごい出だしがもうすでにただものじゃない感じします。ただものじゃないです。今本当に2メートルぐらいしか進んでないんですけど、はい、こんなに出だしから感動してるな、もう、うん、でもベントレー乗ると、はい、みんなが優しくしてくれるんですよ。本当ですか。そうそう、こういうところもちょっと出るとこうすぐ譲ってくれるっていう。それをじゃあ今から僕は実感できるかもしれないですね。そうですね、はい、あ、周りってこんなに優しい人多かったんだ。うわ、はい、ちょっと待って、もう今うわもう感動してる。本当にいいでしょ。いい、うん、いい。しかもこれ23インチのホイールを履いてるとは思えないですね。はい。そうなんです。今のあボンドさんから出る時の段差がほぼ何もないみたいな感じでした。うん、うわーすげえな。しかもベントレーこれ、W12 の、うん、6リッター、うん、ツインターボ、はい、もう化け物じゃないですか、はい、スペック的には。はい、これでアイドリングストップついてるんですね。はい。ベンティーがすげえな。うわ、でもスムーズすぎて分かんないですよね、うん、アイドリングストップしても分かんない、はい、そうですね、はい、ちょっと前だったらゴトンって落ちた感じがあって、はいはい、またブワンってつく感じが、はい、めっちゃスムーズだわ、うん、でしかもあの窓の傾斜が結構外から見たらあったんで、はい、意外とちょっと見にくいのかなと思ったんですけど、うん、ボンネットの先まで割と見えてて、うん、でなおかつなんて言うんだろう、視界もあのやっぱ高い位置にいるんで取り回しが結構しやすいというか、うん、このサイズは気にならないかも。なるほど。であとハンドルがスムーズというか軽い、うんうん、でもただ軽いだけだとフラフラして両手でなんかもうずっと腕力入るみたいな感じもなく、うん、直進安定性はバツッとあるのに、うん、すごいスムーズなハンドリングがこれは、うんうんうん、やっぱベントレーっていうのは乗り味も一緒に評価しなきゃダメですね。そうです ね, ね確かによく言われるのはそのロールスロイスベントレーとかはもう職人技が光る車だと、はい、クラフツマンシップがすごいとか、うん、よく言うから意外とみんなレザーとかステッチとか、はい、内装に目が行きがちだけど、はい、乗り味が大事なんですよね実はね。そうですそうです。感動だな。だから自動車としてのパッケージングのその質の高さというか、はい、レベルの高さっていうんですかね、走って本当だ座ってハンドル回してっていう、うんうんうん、トータルですよね。しかも、まあ、こんなことを言うとあれかもしれないですけど、ちょっとすごいまあベンテーガってめちゃくちゃ高い車じゃないですか、はい、ちょっとお得感がその要は、うん、中古車になると新車から少し下がるというか、結構この下がり幅が、はい、まあ、それでも高い車なんですけど、はい、新車のオプションとか入れたのを考えたらだいぶ安く買えるじゃないですか、うん、そうですね。いやだからそれが実は結構狙い目というか、はい、魅力的ですよね。魅力的なんですよ、うん、まあ、もちろんそれでも高いですけどね、はい、それでも高いけど、うん、だってこの車新車でオーダー時多分3500-3600とかそういっちゃうんですよ。いっちゃいますよね、はい、本当全部オプションですからね。そうなんですよ。このだってツートンカラーにしただけでもオプションですからね。はい、普通これ1色選べるもんですから、うん、ハンドルを2色にしたいです、はいオプション、うん、ステッチも確か模様とかあったのかな。そうステッチもあります ね, ね、はい、ステッチも色これコントラストステッチになってるんで、そうですそうです、はいオプションみたいなのを繰り返しでもう本当3500-3600いっちゃうのが、そうですね、1000万とか1000万以上安くなって買えたりするから。そうなんですよね。これが中古車のこう良さというか醍醐味というか、ほんとほんと、はい、まあ、いろいろ選べるっていうメリットはなくなっちゃいますけどね。そうですね、は ま, ね、はまればはまれば、はい、自分が欲しい、そうですね、うん、オプションが見つかったらもう、はい、超いいですよね。はい、だからベンテーガっていうのは値段は確かに新車よりはそんなにガクッと落ちても、うん、乗り味が落ちてるわけじゃないんで、もちろんそういう意味ではすごいお得だし、そうですね、うん、これはどんどん新型っていうのはこの先も出てくるし、はい、それこそベンテーガもね新しいの発表されてますけど、うん、はい、別に好きだったら1個前のものでも全然いいかもしれないですね。本当そうですね、ね、うん、だって結局、うん、どう考えるかですよね。1個前だろうが中古だろうが、うん、自分の好きなようにカスタマイズする人もうちのお店としては、はいはい、たくさんいらっしゃいますしね。そうですよね。そこからオンリーワンも作れますんで、はい、現行新型新車
納車と同時にカスタマイズする、それいますという方も。もちろんそうですよね、はい。もう人それぞれなので。ボンドさんそういうお客さん特に多いですね。そうですね。すごいなと思いますよ。ありがとうございます。新車で買って、はい、自分のガレージに行く前にボンドさんに送るっていう。そういう人が世の中にはいるんだみたいな。いらっしゃいますね。結構いらっしゃいますもんね。はい。いや、すごいわ。うん、もうどちらでも何なりと。うん、できますんで。いやでも僕あの、まあ、実名出しちゃうと申し訳ないんで言わないですけど、はい、まあ、とある有名芸能人が、はい、あの古いポルシェの、うん、ポルシェカイエンターボ乗ってるんですよ。へー、もう一番初期型の、はいはい、でそれを新車で当時は買ったんですけど、はい、まあ、きっとまた新しいの出たら買うのかなと思ったら今日現在まで乗ってるんですよ。へー、それが逆にかっこよくて、うん、もう今初期型のカイエンって言ったらもうだいぶ顔違うじゃないですか、はい、でもう誰が見てもちょっと前のカイエンだなってわかるんですけど、はいはい、当時新車で買ったの今でも長く乗ってるのが逆になんかヴィンテージジーンズを履いてるみたいな、うん、逆にかっこよく見えてきちゃって、うん、その人が作った味がその車にあって、うん、それを見てから僕はあ、うん、確かに新型車を追っかけていくといたちごっこだけど、うん、1個気に入ったのあったらそれずっと乗るっていうのは、うん、まさにだからこのベンテーガはそれになり得る車ですよね。そうですね、一生乗ってもいいような。はい、いやこれは、うん、待って、自分で自分が買いたくなることがどんどん出てなんか辛口コメント出ないんですけど、はい、ちょっと待ってね、辛口コメントね、今探してる、はい、ちょっと待ってください奥様に怒られそうなポイントは、そう、奥さんに怒られちゃう、はい、運転のしやすさとか、はい、奥様も運転することをもしかしたら、はい、それで言うと、はい、やっぱこのサイズ感は妻にとっては気になるところだと思います。なるほど、ボディサイズ、うんうんうん、ただ運転だから運転するまでが大変ですね、うん、乗りたくないって多分言うんですよ、はい、そんなでっかいの私嫌だって、うん、1回でいいから乗ってみって言って乗せたら勝ちですね、うん、この車は。なるほどね、いやこれはすごいわ、スムーズ、うん、そんでこの車体の重量、まあ、2トン軽く超えてる重量なのに、はい、こんなに軽く止まるんだみたいな。重さを感じないでしょ。感じない。加速もブレーキも、ブレーキをなんか必死に踏む感じがなく余裕でスッとなんか、そうなんですよ、添えるブレーキみたいな、そんな感じですよね。すごいな、あんだけでかいもんな、うん、でロードノイズもほぼなく、そうなんですよ、こんな薄いタイヤでも。本当ですね、うん、そうそう、23.1 でこれにしちゃもう静かっすね。いやすごく、なんかそうなってくるとオーディオにこだわってくる理由もわかりますね。そうなんですよね、ね、うん、あれオプションのオーディオなんかめっちゃ高いんですよね。オプションのオーディオはめっちゃ高い、はい、ネーム、ネーム100万円超えですよね。120-130万。僕もだからあのなかなか買えないんで、よくベントレーのサイトに行ってはあのカーコンフィギュレーターで遊んでんすよ僕もです、ね、僕もです、やっぱ、ね、僕もです。あれ楽しいっすよね。やりますよね、はい、あれもうこんな色どうだろうとか、はい、めちゃめちゃ奇抜な色とか作ってる。そうそうそうあれがめちゃくちゃ楽しいんですよ、はい、楽しいですね。そうなんだけど、うん、さっき言ったようにネームであれ120万でしょ、うん、そうです。でこれはついてないですけど電動サイドステップ、うん、はい、あれもカーボンオプションみたいなのもついてるんで、うん、あれだけで200万近くするんじゃなかったかな確か、うん、高いですね。すごくないですか。すごいですよ。オプションだけで本当にいい車が買えちゃうから、うん、驚きですよ。はい、いやーすげえ。いやでもやっぱベンテーガはまあ本当欲しいなー。いつかは何かが間違って嫁の号が出ねえかな。うん、大丈夫です。この熱い思いが動画で伝われば。そうです。はい。しょうがないわね。そんなに気に入ったのって言ってくれるかもしれないです。そうです。いやー多分。あとは子供を味方につけましょう。子供をね、はい。はい。お子さんを。ああでも、はい、まあ本当うちの子供たちはすごい贅沢な思いしてるんですけど、一回ご縁があって友人のフェラーリを借りたんですね。あの GTC4 ルッソ、はい、4シーターの、はい、で後ろにチャイルドシート2つ付けさせてもらって、子供2人乗っけて行ったら、もうあれ以降お馬さんの車に乗りたいってずっと言ってるんですよもちろん子供はいくらするかなんて知らないし、はい、でやっぱちょっとこのグッと踏んだ時の出だしのトルクがもうパワーが違うじゃん、フェラーリなんで、はい、音も子供でも分かるぐらい耳を押さえながらすごいとか言ってるんですよ、うん、だからもうあれ以降フェラーリ乗りたいってずっと言ってるんですよ娘たちが、うんうん、素晴らしいですね。まあ味方につけるしかねえな子供を。そうですね、そうですよ、はい、弁定がどうやったら買えるんだろう、うん、どうやったら買えるのかなこれ。あ本当だ、ブレーキホールドになってる、うん、ヘッドアップディスプレイもあるしね、はい、スピードメーターのヘッドアップディスプレイにブレーキホールドに、うん、お似合いでございます。いや、はい、そうですか、はい、似合ってます。本当ですか、はい、お世辞抜きで
ダメな時はダメって僕言うじゃないですか。あ、まあまあそうですね。車の相談された時に、あ、ゆうじくんが乗る、確かに、ことが想像できないって言うじゃないですか。土方さんは結構リアルに教えてくれるんですよ。うん、あの車は悩んでるんですけどさ、まあ、でもゆうじくんじゃないかなとか、ちゃんと言ってくれるんですよ。うん、その代わりこれはどうとか、うん、もう本当しょっちゅう電話しちゃってるからな。いや、そんなことないです。全然。もっとかけてきてもらいたいぐらいですよ。いやお忙しいんでなかなか。いや、かけちゃいます、本当に。はいはいはい、ちょっとせっかくじゃあこれ乗ってるんで、なんかあのモードチェンジしてみようかな。してくださいよ。今これ B モードになってるんですけど、はい、何なんですか、B モードは。これはベントレー。ベントレーも、はい、オートモードですね。あ、じゃあもう道に合わせてやってくれる、はい、そうです。まあ、じゃあ通常はそのモードで皆さん走ってればいいんですね。はい、そうです。ちょっとなんか。コンフォートに。あ、行きましょう、コンフォート。はい、どうなのよ、コンフォートは。はあはあはあ、ちょっと元々が良すぎて、そう確かにそうですね。極端なとこ行かないと、もしかしたらさっき B モードだけどコンフォートになってたかもしれない、ね、はい、そう、ゆっくり低速で走ってるとコンフォートになっちゃうんで、ね、だから多分さっきがコンフォートで、はい、スポーツに行きましょう。行きましょうか、行きましょう、はい、まあ、スポーツにしました。あれ、これさす硬くなります。はい、ちょっとなんかね、違います、ってしまった感じする。そうですね。で、ちょっと地面のコブもさっきより少し拾ってくれてる。うん、おー、で、ハンドルも硬いのかな、変わんないかな、ハンドルは。若干変わるかもしれない。変わるかもですね。うん、ちょっと踏んでみないと分かんないですね。そうです。大体今、あれですよね、マフラーとエンジンとステアリングの3点セットで、そうです。介入が入りますよ。そうですよね。だから回転数がちょっと引っ張り気味になるんですね、はい。少し引っ張って。少し引っ張って音が。あ、はい、これ今落としてるの、この車かな。うん。あ、ほんのりマフラーから聞こえるかな。聞こえてますか。あ、ちょっと待って、もう何この窓のゴージャスな感じ。見事だな。すげえな、本当に。ちょっとあの法定速度の範囲まで踏んでください。そうですね。だから最初のちょっとだけ出だしだけできるかもしれないですね。ブブって。ああ、確かにね。じゃあ10メートルぐらい踏んでみますね。はい。10メートルぐらい。はい。それで十分パワーわかると思うんで。はい。後ろはね、うん、申し訳ないですけど、はい、眠くなります。あ、そうですか。はい、快適すぎて。あ、でも広々。じゃあちょっと踏みます、ね、はい、行きましょう。うわ、危ない。うわどうすか、すっげえ、急にどうすか、別の車に変わりましたね。はい、豹変しましたね。さっきまでのあのなんかあのなんだろう、誰か品のある人を後ろに乗せてるかと思いきや、ゆったりとした感じはなくなりますよね。急にヘルメット被る感じになりましたね。本当です。すげえな。すごいでしょ。うわ、急に音も、うわ、狼がいたこの中に。そうなんですよ。あっという間に60キロまで行っちゃいます。法定速度。ね、SUV の挙動じゃないですね。じゃあ全く違う。本当だよこれ。うん、うわ。あの、うん、だできないですけど、うん、よく想定の話で土と言いますけど。はいはいはい。踏み切れるじゃないですか、四駆で、この見晴らしの良さなんで。確かに。下手するとスーパーカーより速く走るんじゃないかみたいな。本当っすよね。恐怖感がないんで。当時だから、うん、あの、SUV ブームでバーッと、まあ、カイエンが最初割と火付け役的なところあるかもしれないですけど、うん、あの、いろんなメーカーが SUV 出し始めて、はい、ランボルギーニウルスが出る前だったんですよ、これが、うんうんうん、まだウルスも出てなかったんですけど、うん、当時だからこれが出た時は SUV 最速だったじゃないですか。そうですね。ベントレーが SUV 出したって言って、しかも SUV の中で一番速いらしいっていう、うん、だまあウルスが出ちゃったんで、はい、スピードに関してはもしかしたらウルスの方が速いんですかね、うん、かもしれないね、かもしれないですね、うん、にしても SUV のこのサイズでこれはないな。本当ですね。信じらんないですね。はい、ただ一個、うん、言うとしたら、僕、うん、ウルスも乗ったことあるんですけど、はい、まあ、共にやっぱ速すぎるがゆえで、ボディサイズもあるんで、うん、ちょっと浮き感はありますね。はい、あ、フロントの、うん。いいことばっかり言ってらんないんで。そうですね。はい、でもまあ、気になるような浮きではないんですけど、うん、だからそれが嫌なんだったら、もう SUV じゃなくて、もうベントレーだったら、もうコンチネンタル GT とか、うん、あっちの方行けばもっと良さがあるかもしれないですね。そうですね。だからコンチネンタル GT の SUV だと考えたら、うん、すごい、どっちも備えてるから。すげえ、いまだにこれが衝撃だ俺。ドリンクホルダー使えないんだから。はい、そうです。んでこれじゃあ外してドリンクホルダー使おうっつったら、こいつの行き場ないんだから。これめちゃくちゃ重たいね。すっごいな、ほんと。確かにめっちゃ重いっすよね、これ。めちゃくちゃ重いですよね。ほんでなんかこれ自体高いから傷つけたくないんで、変なとこしまいたくないんですよ。ドアポケットとかに。ドアポケットもレザーだし。はい、うん。
レザーが家ですね。家ですよね、はい、家で保管ですね。いや本当そうです、本当っすよね。すげえ。信号左ですね。はい、いやでもこれやっぱこう今ちょっと比較的細い道というか、うん、に入ってるんですけど、はい、こういう時でもこの、うん、全然楽ですね。そうですよね、うん、全然楽。なんか意外とこう形の割に車の大きさつかみやすいというか、ほんとそうっすね。はい、ほんとほんと、うん、でねこのハンドルが絶妙、ほんとやっぱ走りのベントレーってだけあるな。そうですね、このね絶妙な遊びなんですよ、うん、もう口では説明できないこの、うん、僕今あのテスラっていうテスラのモデル S っていう車を持ってるんですけど、はい、テスラのモデル S はすごいいい車なんですけど、うん、1個言うとハンドルがダイレクトすぎるんですよ。あもうちょっと今度後で乗ってみてください、はい、あんなダイレクトな車も僕見たことないんですよ。うんもう本当に1ミリ動かしたらタイヤも動いちゃうみたいな。へ逆に言うと運転まっすぐしてる時にちょっとでもクイッてやると車もクイッてなっちゃうぐらい、うん、それがたまに疲れるんです実は。なるほど、もっと余裕が遊びがちょっとあった方が楽だなって思う。これね絶妙、うん遊びすぎず、うん、でもクイックすぎず、うん、そしてもうレビューの仕方が絶妙です。絶妙ですね、はい、いやいやいやすいません僕ら素人なんで。いやいや全然全然本当に、いや素人じゃないじゃないですか、ね、やめてくださいよ本当に全然ですよ。いやすごいな、うん、いやでも今これ乗って10分ぐらいですか、もうちょっと経ったかな、はい、15分ぐらい、うん、どんぐらい燃費減ったんだろうな。父親としてはそこら辺も気にしちゃいますよね。いや正直気にしないと。いやもう気になりますよね、はい、うん、多分街乗りでさっきちょっとだけ踏んじゃったりもしたから、下手したら3、うん、2、うん、かなもうチャリンチャリンチャリンで聞こえちゃいますよね。聞こえましたね。拾って回りたいですよね後ろから。すげえな。なんかある意味それがまたステータスでたまんなかったりしますよね。まあそうですね、そんなの乗ってるんだって思われるんで。そうなん、確かに。でも、うん、もう一個ごめんなさい、テスラモデル S3 の悪口じゃないんですけど、うん、はい、ガソリンスタンドに行くことがなくなったんですよ。そうですよね、電気自動車なんで、はい、そうすると、うん、案外人に車見られてる優越感っていうのも実はあったんですよ今まで、うん、はい、ちょっとそれもあっていい車乗りたいって頑張ってた自分がいたんですけど。そうですね、ガソリンスタンド行ってお兄さんがちょっとなんか、うん、こっそり見てるのが分かるみたいな、はいはい、後ろから、うん、みんないいなって見てるテスラになってから行かなくなったんで、うん、車を見てくれる人がいないんですよ。それ寂しい。なるほど、確かにめっちゃ寂しい。窓も誰も拭いてくんないし、ゴミ捨てましょうかもないし、はいはい、もう全部一人で窓拭いてゴミ捨てもやってるから、はい、それは寂しいですね。なるほど、この車だったら。確かにそれスーパーカーとか高級車あるあるですね。そうですよね、はい、ガソリンスタンド行った時のちょっとした優越感、はい、うん、でしかも行く回数が多いからこの車本当ですね、めっちゃ行くんで、うん、常連になりますね。なるなる、うん、いやなんか、はい、想像してるよりも、うん、やっぱり僕今後ろ乗ってて、はい、ベンテーガーの後ろって初めてなんですけど、はい、快適すぎるのと、はい、飛ばしてた時の加速してる時の、はい、シートのこう安定感、あ、いいですか？すごくいいですよ。へえ、落ち着いてます。すごく硬くないですか？硬くないです。へえ、でもなんか座っただけだとちょっと程よい硬さもあって。ありますよね。うん、お尻になんか来るかなと思うんですけど、そうでもないですね。はい、いや、全然平気です。フロントも確かに、ふわふわじゃないんですよ。はい、それなりに硬さあるんですよね。硬いですよね。ね、うん、はい、かといって、でも、硬いなって感じしないですよね。はい、そうですよね。なんかね、意外と腰が、なんていうの、こう、クッションの腰が強いんですけど、うん、硬さはないんですね。これだったら僕、名古屋までノンストップで行けます、ね。楽勝ですよ。名古屋ぐらいだったら。ガソリンがノンストップで行けます。確かにね。あ、名古屋どうでしょうね。名古屋ね、行けますかね。どうだろう、だって踏まなければ燃費運転すれば多分。あ、いや、ガンガン踏んでったら全然無理ですよ。そうそうそう、高速で安定、一定速度で行けば伸びるのかな。でもわーっと踏んでると多分全然、名古屋っていいとこかもしれないですね、うん、割と、うんうんうん、4時間ぐらいかかりますもんね。はい、そうですね。僕の友人が千葉の方にゴルフによく行くんですね、はい、ベンティーが乗ってるんですけど、やっぱり、うん、2往復でガソリンスタンド行くって言ってましたね、うん、2回ゴルフ行ったらもう給油しないとだなって考えると名古屋行けないかもしれないですねあ、でも1時間の片道で2往復だからまさに4時間ぐらいだ。そう、あ、だから名古屋ぐらいかもしれない。だって名古屋まで、はい、都心部から名古屋までって350、60キロのはずなんですよ。あー、いいとこだな、ちょうど。だから行け
るんじゃないですか。乗り方ですね。乗り方です。乗り方行けますね。行けるけどっていう余裕はないですね。そうですね。名古屋で一回急ですね。いやでも確かにこれはでもこの車でロングドライブしたら最高ですよ。高速最高だ、ね、いやこれはちょっともう本当うわ嫁にちょっともう本当はい。でもどうやって買うのって言われたら終わりなんだよな。そうですよね、はい、で僕は一緒にあの奥さんを説得しますよって思ったんですけど、はい、奥さんに僕怒られちゃうなと思ったんで今言うのやめたんですけど。そうですよね、はい、土方さんはうちの妻も何度も会ってますもんね。はい会ってます、はい、あの感じちょっと難しそうじゃないですか。いやでも僕はすごく優しい人だとしか思ってないんで。いやー、はい、これを見せようこの動画を。ユージ様ではおベンチレーションを。あ出た。あいいですねベンチレーション、はい、うわあ俺あれだ初めて、うん、あのエアホッケーのボールの気持ちが分かりました。あれだった気持ち。分かります。なんかもう、はい、この椅子だったら、はい、あのスーッとお尻が浮くんじゃねえかなみたいな、はい、うわすげえ何これ気持ちいいですか。気持ちいい、はい、やっぱ今ほんのり暑かったんで、うん、そうですよね。レザーちょっと蒸れるんで、蒸れるんで、ね、はい、背中とか今背中もすっげえ風が、はい、快適に使っていただけます。あいいな。ただうちの子供がここにせんべいを詰めるんだよな。あ何それあのお子さんあるあるですね意外と、ね、はい、そうなんですよ、はい、パンチングのこぼしたチョコそのままでパンチングに詰まるっていうのもありますし。そうなんだよこの、はい、でせんべいもバリバリ食べるくせに、はい、あのそれをパパにバレないようにすりつぶしてくるんですよ。やばいって怒られると思ってすり込んでんですね。すり込んで穴に詰めてくるんですよ。素晴らしいですねそれは。ベンチレーションマックスにしたら出てくるからポコ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 って結構涼しいですよね。でも本当にベントレーションってなんかこれでエアコンいらないぐらいでいけちゃうかもしれないですね。 そうですね、うん、そんな暑くなければこれで十分だな、うん、そうですね。さあ、あの標識通り上方面で神奈を、はい、神奈左折で了解です。あでもこれはいいな。子供も乗るといいですよね。子供も酔わないと思うなこれだったら。そうだとだと思います。その目線もあるんですよ、はい、そういえば、うん、以前僕、S クラスに乗ってたことがあるんですね、はい、221前期も後期も前期も後期も乗ってたんですよ、はいはい、リサーチ済みでございます。さすがありがとうございます。で実はどちらも、うん、もう今だから言いますけどどちらも子供が吐きまくったんですよ。あマジで、はい、もう吐きまくったんですよ、うん、でカスタムされててってことですか。前期に関しては、はい、まあホイール変えてローダウンしてたんで、はい、S クラスの割には硬い乗り足です。なるほど、うん、で後期に関しては純正で乗ってたので、うん、多分 S の本当の乗り味のままだったんですけど、どちらも履きまくって、うん、で僕と妻に関してはやっぱ S クラスってすごいねなんて言ってたんですよ、うん、乗り心地いいねなんて言ってたんですけど子供にとってはそれがダメで、うん、あちょっとふわふわする感じ。やっぱふわふわしてるし、あと S って後ろもちゃんと作られてるんで大人がいいように作られてるんで子供からすると実は深くて、そう、ね、窓のここの位置が高いんですね、はい、そうすると景色が少ないんで見える景色が、そう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 、すぐ酔っちゃって、うん、毎回吐くんでもう僕らそれで S やになっちゃったんですよ。うん、あんないい車なのにうちは子供いるから無理だって、うん、でゲレンデにしたらゲレンデで初めて吐かなかったんですよ。ああそうですね。あれ逆にゲレンデは大人の中では乗り味がちょっと硬すぎると、あの 前回のモデルに関しては、うん、だみんなコニショックに変えたりとか、はい、それでも満足しないとか、うん、だから正直ゲレンデは子供には合ってるんですけど僕らは結構長距離だとお尻が痛いとか硬いとか、うん、ハンドル重いとか、はい、これは大丈夫、うん、大丈夫ですね。あの程よい硬さと、うんうん、ふわふわ全然してないし、うん、いやかといってあのなんだ硬すぎないし、そうですね、ね、だリアシート座った感じもアイポイント高すぎず低すぎずいい、うん、多分いいと思います。お子さんでもですね、はい、であとこの上が今開けてないですけど開けていいですか、うん、いいでしょ。あ俺普通に、うん、あ窓開けちゃったじゃん、うん、あのシールドじゃなくてあの、はい、シェードを、あシェードシェード、うん、そうだこれで、これね、そう後ろの人この視界抜群ですよね。抜群ですそっちまで行くもんな。そうでかすぎるんであくまで時間かかります。確かにねストロークが長い、はい、子供大喜びですね。いやこれ最高ですね。いやだからこの開放感あると、うん、さっき言った S のあの視界が子供が見えないっていうのは、うん、これ解決ですね。解決ですね。こんだけ広いもん。いやだって後席の頭の後ろまで開きますからね。ね、うん、っ
ていうかこれで、まあ、ちょっと技術的なことになりますけど、うん、この車のボディ剛性を保ってるのすごいですね、うん、いやすごいと思いますよ。これだって真ん中にあの補強するパーツないですもんね、はい、これあくまでこの真ん中が開くからここにあるだけで、そうです、正直これ補強にはなってないですもんね、はい、フレームの、うん、ってなるとすげえな、すごいと思います。まあもちろん窓も硬いから少しはあるかもしれないけど、なんでここのフレームも当然なんですけど、うん、A ピラー、B ピラー、C ピラーまで、あとはそうあのフロアの下っていうのも計算されて、はい、箱としてバネレートを出しているので、はい、なるほど、あのやっぱりヨーロッパって、ヨーロッパのメーカーってすごいと思いますね。日本車にはないですね、その考え方が。そうですよね、はい、だ普通だったら補強にここ1本太いのボンって入れたくなるな、そう入れたくなりますね、ね、ボディ剛性保つためには、うん、そう、それができちゃうんだもんね。ましてやこんだけルーフの高い車なんで、本当ですよね、はい、その辺がすごいと思います。すごいわ、うん、はあ、いや本当にめちゃくちゃ欲しくなるな。買っちゃいましょう、買っちゃいましょう。うわまずはお子さんから、はいはい、そうですね、はい、ちょっといや今の妻との出会いもそうなんですけど、はい、妻あの子供がもともと一人いたんですね。そうですね、で妻と付き合った時にはもうすでに子供がいる状態だったんですよ、うん、最初に僕がやったのは子供を取り込む作業妻を下った時にそうでしょうね。やっぱ妻に直接言っても、うん、妻は子供が一番大事なんで、もちろん子供が俺とどう付き合うかを見て僕と付き合うわけです、うん、ああそれはそうでしょうね。まず子供から行ったんで僕、なるほど、で子供がもうユージと明日も会いたいって、うん、帰んないでほしいって言ってくれたおかげで僕は今があると思ってるんで、なるほど、子供から行くってのは大事ですね。大事です。よし、ちょっと一回じゃあ妻抜きで子供二人連れてまた来ます、はい、そしてこの加速を、加速をね、はい、ママ若い、はい、よし帰ったらママに言うんだぞってあの車が欲しいって言えよっつって、はい、その作戦でいきましょう。よし行きましょう、はい、あれでも、はい、クロイちゃんの時もそうじゃなかったですか。そううちの お嬢さんも犬、はい、2匹飼ってるんですけど、はい、1匹はあの宮古島の保護施設からうちが引き取った犬なんですね、うん、その時もうちの子供がこの子を面倒見るから欲しいって言って、うん、俺が欲しいって言ってもダメなんですよ、うん、子供が言って OK やれた。あそうですね。で今もう仲良く家族で暮らしてますから、うん、黒い、うん、確かにそうだよね、やっぱ大事なポイントですよ。でも黒いとわけが違うからな弁定画と黒いってもう黒いはまあ生き物ですから、はい、もちろん大切なんですけど、はい、かかるコストが全然違いますから。そうですね、黒いが弁定がほどコストかかったらうちもちょっと少しあの家族になるのが遅れたかもしれないないやいや黒いちゃん賢いからな。そう賢いんですよ、ほんと賢いんですよね、うん、まだ1歳とかなんですけどね、うん、ほんとほんと一番賢いかもしれないうちの中でそんなことはないですよ。一番賢いのはやっぱり奥さんです。あ、そうですね。はい。危ない危ない。危ない。奥さん、まあまあでもそうですね、はい。奥さん、息子、黒いですね。うん、そう。で娘たちで、うん、俺がいて、うん、チワワがいます、ね。はい。左です。はい。そう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 。いやでもそれが一番いいことですよ。奥さんが賢いのが。まあでも本当そうっすね。いやそうですよ。そう思います本当に。はい。特に僕みたいなタイプは、うん、しっかりした妻がいてくれると本当助かりますね。そうですよね。僕はあのぐいぐい引っ張っていきたいタイプなんですけど、はい、実際はいけないタイプなんでそうなんですか。まあそうですね、頑張ってリーダーシップ発揮するんですけど結局妻がやった方がうまくいく、はい、僕はそういうタイプなんです。いやでもその勢いが大事です。お父さんはまあそうですね。そうです。できなくてもやんなきゃいけないこといっぱいありますからね。そうなんです。お父さんってそう、その背中を見せるっていうのは大事です。確かに、はい。そうだな、確かに。あ、そう。で、ツッチーさんもだってお父さんですもんね。そうなんです。あ、うん、大変ですか、大丈夫ですか。いやもう、上の子が暴れん坊なんですよ。6歳でした。6歳です、男の子。男の子、ああ6歳。下が2歳の女の子なんですよ。上の子はうちの真ん中の子と同い年です。あ、本当ですか。うちも6歳なんですけど、女の子、うん、暴れん坊ですか。暴れん坊です。でそれを見て下の子が最近暴れん坊になりつつあります。見習ってる感じだね。下は女の子。女の子です。え、男の子女の子、はい、最高じゃないですか。うん、いやいいな、ツッチーパフォーマンスさんいいな。いや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 。じゃあツッチーパフォーマンスジュニアが暴れん坊なんで。そうですね。もうヒーヒー言いながらやってますよ。いやそうだよな、ほんとなんかユージさんの動画を見て僕はもうニコニコしちゃいました。なんかもうあのネイルサロンでネイルしてもらいましたとか。もうなんかこう
心境がこう分かる感じで、ね、そういや本当にたまんないです、お父さんからすると、はい、もう子供にネイルサロン行かせてんのなんてえー、とかって言われるんですけど、いくらでも行かしたい。いい、別に周りに何て言われてもいい、うちの子が行きたいだったら俺はもうそこのために頑張って稼ぐみたいな、ネイルサロン行ってきていいよみたいな、うん、はい、そう勝手に共感してました。いやもう行かせて、ね、うん、本当に行かせたくなっちゃいますよ、うん、確かに今ちょっとこのベンテーガの譲りを実感しました、ね、はい、そうなんですよ、みんな優しくしてくれるんですよ、世の中の人ってこんな優しいんだって、はい、そうなんですよ、本当今僕はあの車に先行っていただこうかなと思って待ってたのに向こうが永遠と待ち続けてくれたんですよ、すごいな弁定が、ちょっと関わりたくない説もありますけどそっちもあるね、はい、確かに、はい、でもなんか運転するこっちは、はい、こんなにスポーティーさもあるのに意外と上品に乗りたくなる車ですね、そうですね、なんかあんまり踏みたくないというか、うん、ゆっくりクルージングするような車、ね、はい、そう無茶に飛ばす感じではないですからね、はい、あ、まあまあまあ思いのほか回るっちゃ回るな、意外と曲がります、意外と曲がりました、4区の割に、本当ですね、はい、あ、ゲレンデより全然曲がるわ、そうですねありがとうございます、ありがとうございます、いや、いい経験させてもらいました、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、というわけで今市場に、うん、はい、はい、富士山運転で行ってきたわけなんですけど、はい、はいはい、カスタムの話は今回はいいですか、もうカスタム仕切っちゃってるんで、はい、仕上がってます、仕上がってます、あとプラスアルファで何かするんであれば、うん、まあ、いつも通り言っていただければ、はい、いろんなことができますので、うん、はい、はい、そして、うん、ゆうじさん、あれですよね、はい、うん、YouTube のチャンネルもご自身でされてるってことで、 ありがとうございます、やってらっしゃるってことで、やってますね、はい、はい、今、はい、ちょっと止まってたんですけど、なんで止まってるかというと、うん、僕 DIY チャンネルなんで、はい、ものづくりをめちゃくちゃしなきゃいけなくて、なのでそれでいうと撮影めちゃくちゃしてるんで、なるほど、これからバンバンアップされます、あ、楽しみ、ぜひ見てください、チャンネル登録しちゃいましょう、はい、ぜひお願いします、チャンネル登録してない方はぜひ、うん、ボンドチャンネルと、はい、ゆりさんのチャンネル両方チャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、はい。